いいレベルだしね。なんか、メスの方が、俺ブルンゲルは水色だと思います。僕ブルンゲルは水色だと思います。水色の方が水の中にいるっぽいから可愛いと思います。ブルンゲル、ゲットだぜ。絶対思うわ。ブルンゲル、冬ポケモン。体のほとんどが海水。海底には、ブルンゲルが沈めた船でできた城があるという、結構凶悪。いや俺は、ブルンゲルは水色だろう。ブルンゲルは水色でしょ。じゃあ、アンケ取る。ちょ、待って、これは、俺、異論は認めねえわ。いや、これは、絶対そうでしょ。あ、ちょ、ブラウザ固まりました、残念ながら。あ、行きました、OK。いや、絶対そうだわ。もうすぐ開けます。3、2、1、ドン。嘘、半々じゃん。53対64。いや、じゃあ46、46。53対46。嘘マジで？そんな半々なもんなん？マジか。全然俺ずっと水色だと思ってた。まあいいや、名前アンカー。2150。意外と僅差かよ。水色の方がなんかね、水ポケモンっぽくていいんだけどね。意外ですね。はい。はい。おっとおっと縛りがなくなったいよいよおやおやおや？ゲームが変わったぞ。ぼ、む、き、ん、ぐ。はい。おっと、ゲームが変わったぞ。ずっとポケモン金銀やってると思ってたら、いつの間にかマリオ64やってたぞ、これ。縛りがなくなっていく。急に。いいえ、それはトムです。No! It is Tom! Yeah! なんでこの人ここに配置したんだよ。バカじゃねえの、マジで。あ、ナースとドクターの家じゃない。何の意味があってさ、その人置いたの。何なの？なんでこの人ここ置いちゃったの？なんかあるの？なんか理由あるの？これ。すげえ気になるんだけど、マジで。すげえ気になるんだけど。何なんだろう。それはトムだったのか。そうです、トムですね。後のキーマンである。補助風さん、あ、お散歩。あ、いいよ。やだ、話はわかる、よかった。それじゃあ私のキュートな補助風ちゃんを連れてたくさん歩いてくださいな。あ、でも お家からは出てはダメよ。外は危険ですから。あ、どういうこと？あ、あーるる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 。これどこでも行けんのこれ。あ、すげえ。おう。うわ。なにこの古女風の交代具。無駄に交代具すぎないこんなの。ちょっと出ようぜ。ちょっと待った！何をやってるの？古女風ちゃんがキュートすぎて、連れ出したい気持ちは十分わかりますけど、そうはいきませんわ。そんな機会がいっぱい。古女風ちゃんが怪我したらどうしてくれるんですか？部屋の中って、お散歩するのです。いいです、もう。預けます。何？うん。お散歩途中でやめます。なんてことですの？私のキュートな、ポジフルシはまだまだ歩き足りない様子ですよ。俺もらえんの？マジで。何くれんの？めっちゃ歩いたら俺くれんの？これガチ。ガチ、モンペだけど、もう完全なるモンペなんだけど。もらえるの？じゃあちょっと、いい？走っていい？あ、ちょ、もう一回入り直すわ。冷凍ビームマジで？あ、また明日。何歩歩いたらいいの？ちなみに
相当歩かなきゃじゃないのこれ。一日一回なんだ。で、歩いた歩数によってプレゼントが変わるみたいな。そんな感じ？なんだろうね、謎が深まるね。あーあー、ばあちゃん拗ねちゃった。あーあー、結構かかった気がする。まあいいや、めんどくせえから次行きましょう。あ、そうなんだ。今来たまこつどうも、こんばんは。ホードゥン。はや、さすがスターミー。よし。今日の飲み物は麦茶ですよ。モッティの夏は麦茶を作るところから始まるんですよ。麦茶作って、作り置きしながら麦茶を飲む。いいじゃないですか、麦茶。麦茶いいじゃないですか。PWT やり込んでくれる。いや、そこまでわかんない。やらないかもしれないけど、ちょっとそれはクリアしてから考える。うん、っていう感じで。ミネラルたくさん。天然ミネラル麦茶だよ。あ、外した。あれだな。へっひゅん。よし、オッケー、よし、オッケー。モッティの鳴き声とか言うなよ。鳴き声ではねえけど、くしゃみで普通に。前から思ってた、狙いすぎとかじゃないの。やめて。だからなんかそうぶりっこしてるみたいなさ風潮やめて。違うから。俺は人生で苦労してんだよ、このくしゃみのせいで。分かってくれよ。マジで。それなりに苦労してるんで、このくしゃみ。出会ってるに決まってるだろ。ブリッティってなんで、ブリッティって。ブリッティに関しては分かんねえ、元ネタが。どっからくしゃみ出てんの？鼻だよ。鼻以外から出るわけねえとか、鼻だよ。鼻だよ。あざとくないから。あざとくないから。バッフロー。え、くしゃみって鼻じゃねえの？あ、口か？あ、口か？両方だろ。違う？え？両方だろ。鼻からも出るだろ。いや、口からも、口だけど、今改めて考えたら口だけど、俺も両頭だな。俺も両頭派だわ。こいつやばいね。やばかったかもしんない、俺。死んだわ。あー、経験値無駄になっちゃった。両頭。両頭だわ。ああ、みんなも気をつけましょうね。夏風邪は長引くから。マスナのレベルもちょっと50レベルぐらいにしたいな、今のうちに。あ、じゃあそろそろ行きますか。そうだね、そろそろ引っ張るに引っ張ったんで、そうだね、そろそろ今日のメインテーマ行きますか。いや、僕もね、久しぶりです。テラキオンは戦いの炎からポケモンを守るために人と戦った3匹のうちの1匹です。プラズマ弾が発する危険な匂いとか嗅ぎ取り、彼に対抗できる強きトレーナーを求めているでしょう。興味深い出来事、それはさておき、あなたはプラズマ弾と戦うんですか？はい。
なるほど。であれば自分のポケモンから守れる強さを持つのです、ポケモンに守ってもらうだけのトレーナーではありません。トレーナー同士自身が強いからこそ、ポケモンこそ思うからこそ、ポケモンも力を発揮できる。よし、これは私からです。何くれんの？なんかくれ、携帯電話くれた。アクロママシーン。それはポケモンを活性化させる装置の試作品。戦っているポケモンには使えませんか？何かに役に立つでしょう。何そのメガストーン的な。あ、そういえば21番水道にある海辺の洞窟の中で4番道路を思い出すような懐かしいものを見ました。4番道路がそもそも思い出せてないんですけど。あ、よかった。やるか。やりますか。ラスト1個。あ、ホラーだね。ごめん。やりますか。よっしゃ。ボールはあります。大丈夫です。ぐるるおー、ぐるるおー、来た。ケツだけ星人。ケツだけ星人来たぞ。よし。おそわり一発？あ、来たね。来たね。高校野球始まったね。よー、クイックボール、クイックボー。モティ、こんにちは、こんにちは。あー、惜しい。あー、今俺捕まったと思った、マジで。完全に捕まったと思った。完全に捕まっただろうと思ったら、そんなことなかった。惜しい。惜しい、マジで。んで？放電一発ぶち込むじゃん。え、麻痺ってんのに。あ、あれか？神速か？神速なんかあったっけ？テラキオンって石化だっけ？で、パワージムがどんなもん？パワージムそんな入んないと思うんだけど。あー、なるほど。じゃあパワージムちょっと削っていく感じかな。あ、手助けか。あ、そうか、手助けって先生技だね。そうか、そうか、そうか、そうか。って思ったら死んだ。ルギアだな。ルギアでチュッチュチュッチュしていく時間ですね、これはね。風起こし多分一発なら入る、大丈夫。仕事が終わった、ワコッティどうも、お疲れ様です。日曜日のこの時間まで仕事って、なんだろう、逆に何の仕事だろう、ちょっと気になるけど。あ、まだ終わってないんだ、一個前の試合が。八戸高生と、あ、オッケー、来た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 。あ、まだ6回なの？あ、じゃあもう全然じゃん。全然じゃん、全然じゃん。サービス業、金。はい、ハイボー行きます。ワコいらっしゃい。おっとー、長そうですね。テラキまで来ましたよ、ワコティどうも。こんばんは、こんにちは、ワコティどうも。社畜だね。なんかこの時期ってさ、うわ。ちょっと待って、これ吸血入る？吸血入る？これ吸血いけるかなって思うんだけど、いっていい？吸血。多分いけると思うんだけど。無理かな？全然いけた。あまりにも余裕すぎた、逆に。あ、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 あれ？これまずくね？あれ、これまずくね？あれ、これまずくね？あれ？全抜きされる流れですか、これ。おや？おやー？わこつー。おやー？なんか嫌な予感がしてきましたよ、これ。いや、おや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 、電流でコットン。まあまあ、そこは最後の手段だな。おやおやおや、こいつやれるぞ。こいつ強いぞ、多分。これ強いぞ。マスターボールまだ使わない。全然使わない。
テラキオンゲットだぜ、ピピカチュー。テラキオン、岩窟ポケモン、伝説で語られるポケモン。ポケモンを守るため自慢のケツで城を壊した。名前やんか。3100。ポケモンを守るためだったらね、ケツで倒すんですよ。ケツマロ。3100。イワーク。もう、どの辺にイワーク要素があるのか聞いてみたいんですけど。全くイワーク要素ないんだけど、色ぐらいしか、一緒じゃないと思うんですけど。イワーク。イワークゲットしました。やりました。ちょっと一回回復に戻ろうかな、一回。ついでに答え値見たいし。よいしょ。答え値を見よう。てか、あれだな、そろそろ空をとボボえさせてもいいかもな。なんだったら。どういけばいいんだ。こうか。こう、あ、こう、あ、こうやっていくのね。なるほど。あ、ボムキングのそうだね。答え値もね、見ないとね。意外と遠かったな。お、ハガネール。ハガネールもう2体いるんだよな。3体目なんだよな、ハガネール。よいしょ。こいつ進化でコイルとコバルオンに分岐。あ、コイル進化でね。よいしょ。はい。よし。じゃ、ちょっと行きますよ。まずは、ごめん。こっちか。はい、ドン。臆病。臆病。まあ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 。臆病、貯水。貯水か。呪われボディじゃない。14151669010175。古代シャン今日いるかな？どうだろう。もっちさんは子供。いますかね。あ、いたいたいた。ありがとうございます。ひどひ、あー、ちょっと流れちゃった。ひどひどすぎるんだが、マジで。S と D と S だけ残り込み。よし。いや、U 言ってない、U 言ってないですね。じゃあ、いくよ。いくぞ。いわく。せーの、ドン。終わった。控えめ。ファー。はい。さあ。149、117、98、91、90、113。あ、なんかめっちゃ低そう。めちゃめちゃ低そう。45ね。レベル45でお願いします。控えめ。控えめなイワーク。あ、いや、嘘。あ、ちょっと待って待って待って。いや、いや、27、29、27、28、30。 A と D が低いの。 C が U、 C が U。 特殊、え、特殊テラキって使い道あります？聞いたことないんですけど、特殊テラキ。特殊で、特殊テラキって聞いたことないんだけど。ないよね。特殊テラキ。破壊光線ブッパー。何覚えんの？岩格闘？格闘岩？波動弾。波動弾と、ワロス玉テラキ。ワロス玉覚えんの？インファでよくねってならない。岩は、岩なんかあるの。ひどいなぁ。ハガネールだ。あ、
なるほどね。ハガネール草深ひいわく。あ、なるほど。今回の御三家じゃなくて、伝説三体って、あ、純伝三体って、うち二体がいわくハガネールだった。そうだったの。原始の力テラキ。あー、なるほどね。原始の力1割に頼って、ドヤ顔していくプレイングね。弱そう。弱そう。めっちゃ弱そう。控えめなイワークとハガネール。めちゃめちゃ弱そう。あ、テラキ瞑想覚えるの？瞑想覚えるって。あんま強みじゃないよね、それ。マジで。今来た、ワコッティどうも、こんばんは、ワコッティどうも、こんばんは。テラワロステラキ。テラテラキってやつですかね。あ、やったー。よいしょ。あ、来た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 。3頭のうち2頭がタケシン、お墨付き。あ、お墨付き。ワコティどうも。口あんま回ってねえな、そもそも。ちょ、コットンガード積まし直ないように。はい、今来たワコティ。そろそろ、じゃあ、ちょっと、本題いきます。SMAP の話します。みんなが待ちに待ち望んでいた SMAP の話をしますか？待ってました。どうなんですか？なんで解散しちゃうんですか？なんで解散しちゃうんですか？それそんなに重要なの？え、でも、それなりにモッティの生放送にはジャニオタがいるっていうのは、チラチラ聞いてますから、それなりに重要あるんじゃないですか。12月31日に解散みたいですね。終わる終わる詐欺なのかな？いやでも、結構今回はガチで終わりそうだけど。あ、やっぱ死んだ。あ、そう、テニスの速報中に、そう、来たんだよね。どうでもいい。まあ、おっさんはどうでもいいな。あ。それ急所引く？マジで。それ急所引くの？本人たちは。いや、もう本人たちもそのつもりはないみたいだろ。いや、え、だって、あれでしょ？今日のさ、スポーツ新聞にさ、コメント載ってたじゃん。もうなんか解散させていただくことになりました、みたいな。ね。草薙さんが解散したいんだって。カトリだよ、カトリ。草薙の飲酒機構のせいだな。信号。許してやれよ。何年前だよ。マジで。いい加減許してやれよ、強し。強しダンスやってるんだから許してやれよ、マジで。かわいそうだろ。ストレスたま、だから、あれも、それも要は、この一連の流れの中の発端になってるんだよ、だから。な？スマップやってて、6年ぐらい前だ。もうそんな前なの。めっちゃいろいろさ、ストレスも溜まりまくってさ、ああだこうだ言われてる中、いつの間にかなってしまったんだよ。もうだから解散に至る経緯のうちの一個なんだよ。許してやれよ、マジで、強しは。カトリも解散。てか、あれでしょ？だから、ちゃんと見たけど俺、カトリと木村が、要は、強硬派と、なんつうの、だから、裏切り派と解散強硬派の要は、両端なんでしょ。で、強氏は、慎吾にめっちゃ賛同してて、で、中井くんは、もうお願いだからもうやめてくれ、派で、で、ゴロちゃんは何やってたんですか？ゴロちゃんは何やってたんですか？ちなみに。あ、中井くんはスマップ抜けてアイマスに入るの。そうなの。アイマスやるんだ。そうなんだ。っていうなんか、あれらしいっすよ。いや、マジで。ゴロちゃんはワイン飲んでたもん。なるほどね。ゴロちゃんは我関節、ひたすらワインを飲んでたと。そうなんだ。なるほど。いや、だからまあ、そうね。いや、まあ、あれだよね。あ、で、そう、カトリ君はなんか、もう、なんか芸能界そもそも引退して、なんかその、芸術家みたいのに行くみたいな、ね、話もまあ、ちょっと載ってたよね。マジでね。いや、なんか、今回の一件、マジで中井くんがめっちゃ可哀想感がすごいあるんだよな。なんかすげえ中井頑張っ
ってるのがさ、なんかすげえ惨めに感じられちゃうぐらい超かわいそう感ある。あ、こいつでレベル上げしてた。このなんだっけ、ブリーダーだっけ、してたんだ。こうブーリーじゃん。サイコシン。あー強っ、マジ。あ、うん、なるほど。そう、騒動が、そう、だから騒動が出た時もさ、あれ、木村だけ謝ってないんだよ。で、木村以外の残りの全員が、ごめんなさい、すいませんでしたって謝って、まあまあまあ、これからスマップは、解散しないように前向きに進んでいきますみたいなことをドヤ顔で木村が言ってて、蓋を開けてみたらこれっていう。急所当たりすぎだろ、あいつ。何なんだろう、あいつ。まあ、木村マジ下がってるような印象。いや、だからね、あれなんですよ。我が家というか、うちの母親がですね、ものすごいスマップファンなのはまあ有名でしょ。多分モッティの生放送歴長い人からしたら多分有名な話だと思うんですけど、モッティ母ね、そう、モッティ母、スマップオータでおなじみのモッティ母にですね、今日聞いてみたんですよ。解散するってよっつったら、ね、どういう返しが返ってきたと思います？ちょ、待てよ、違う。そんな分かりやすい返しは来ないけど。どういう返し？発狂、あ、ふざけるなーとか、いやーとかだと思うじゃん。思うじゃん。普通なんかそうじゃん。やっぱりスマップ解散みたいな。いやー、ふざけんなよ、みたいな。だと思うじゃん。あのね、すごいね、冷静に分析されてまして。あのね、いや、ちょうどね、3年前ぐらいから、そういうのがちょっと、にわかにあったの。で、特に、木村が、めっちゃ私木村くん好きだったんだけどね、って。だんだん3年前ぐらいから、ちょっとスマップ自体がそういう感じになって、みたいな。で、1月ぐらいで、なんか、その話出たよね。もうその頃からちょっと正直木村に興味なくなって、中井くんと、強しとか応援したんだよね。で、これだよね、みたいな。超冷静に分析してて、え、俺、この人僕の母親だったからって割とブルブル震えてました僕は。正直あれこんなガチで分析するような人だったっけと思って、ちょ、あまりにも冷静すぎて怖かった。そう、あまりにもだ、いわゆるアイドルオタ特有のやつあるじゃん。俺がモーニング娘。の話するときにガチになるやつあるじゃん。あのトーンで言われて、そう、ちょっとプルプルなってました僕は今日。面白かった。だから珍しい。いや母親スマップガチ勢だから、マジで。そうだよ、だって。いや、今どうかわかんないけど、なんか普通に、だって俺子供の頃からスマスマは必ずビデオに毎日撮ると。で、かつその一週間の間に3回ぐらいは毎週見てたから、母親。また見んの、スマスマみたいな。見たじゃん、この前、みたいな。毎週の出来事だから、当然。週3、毎日は見てなかった。週3ぐらい見てた。あれ？あ、なかった。よし。ほんとだよ。で、スマップの、だから番組は欠かさず見る。スマステもすごい好きだし。昔中井くんと香取がやってた、なんだっけ、サタスマだっけ、わからない、なんかそれもすごい好きだったし。脈々と受け継がれる意志。そういう家系なんですね。和子コミケから帰ってきました。 お疲れ様です。帰りなさい。見てた。だ、スマスマとかも超好きだった。もうずーっとスマップの曲ばかり聴かされて生きてきたからな、モッティは。そうね、あれだよね、スマステはやめてほしくないよね。俺も結構たまにスマステとか見て、おーってなるんだよな。結構いい番組だと思う。あ、シンゴステーションになる。あ、そういうことか。あ、そうか、名前が変わるのか、スマップなくなるから。あ、そうか。え、じゃあ、スマスマはまあ当然なくなるとして、シンゴステ？シゴステ？
あ、プッスマは？プッスマは？え、プッスマどうなんの？え、俺プッスマがなくなるのは結構死活問題なんだけど、いろんな意味で。金スマもだけどさ、プッスマどうなんの？プッツよ。プッツよ。プックサ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 クサなんだけど。プックサはクサだよな。プックサいいな。プックサいいな。プスマよりプックサの方がいいじゃん。プックサいいな。面白いな、プックサ。プックサ。笑うわ。あのナレーションの声で、本日のプックサは面白いわ。プックサはちょっと面白いわな。パパパパパフィーとか懐かしいね。いいな。プックサはじゃあもうあれだね。続きますね、これ。これは間違いないわ。よかったわ。落ちちゃったもんな。なんか、何個かそういう話やっていこうと思ったけど、もう最初で落ちちゃったな、もう。金スマとかに流れないで、もうそのまま終わっちゃったな、マジで。今年一番笑ったわ。マジ、笑うわ、マジで。完全に落ちちゃったもんな。金スマとかマジどうでもよくなっちゃったもんな。おじゃマップ、おじゃマップはもういいじゃん。おじゃマップじゃん。ひひだるま。面白いな。腹太鼓だ。やった。いや、でもほんとな、長いな。なんだかんだね、なんか、解散してほしくないな。中井の窓は大丈夫だね。あ、金スマのスマは今スマイルに変わったんだ。あ、そうだ、なんか、長くなったんだよね。昔、金スマ、最初金曜日のスマたちだったのが、金スマになって、で、金曜日のスマイルたちになったんだっけ？確か。ちょっとにわかで申し訳ないんですけど、確かそんなんだった気がする。そうなぁ。いやー、だからもうなぁ、マジで。ほんとね。どうすんだろう、これから。あ、パラリンピックのサポーターも終了するんだ。ほんと悲しくなるよなぁ。いや、もう木村はいいよ、もう。割とあれだよね。今回の一件で、マジ木村アンチめっちゃ増えたよ。ほんとに。もともと俺そんな木村くん好きじゃなかったけどさ、もう、いいやってなったよ。割とそういう人多いよ。木村はもういい。なるよね。なっちゃうよ。木村の話が出てこなくて草薙生える。他の人の生主のさ、ネタやめてくださいよ。草薙生えるとか某マリオ生主のネタじゃないですか、それ。やめてくださいよ、草薙生える。オッケー。そんなとこだよな。まあ、スマップ解散騒動の話は、結局こんな感じですかね。草薙生える。いや、草生えるってよく言うじゃん。草不可避とか草生えるとか言うじゃん。それの派生系だよ。草薙生える。な？昔やってただろ？スマップで。草薙がさ、雑草の真似してさ、あ、どうも、グラッシーズでーすって言ってただろ。それだよ、草薙生える。知らないのかよ、みんな。お、にわかか？スマップにわかか？マジで。草薙にわかか？グラッシーズ知らないとかにわかか？ね、いつの時代だよ。いつだろう。何年前グラッシーズとか。十数年前。十数年前。スイカの名産地より前の話です、グラッシーズ。相当前。計算まこちゃんらへん。逆に知らなくて何が悪い。生まれてない。
そうだ、だから、まあ、分かる、まあ、だからめっちゃ見せられてたもん、スマップスね。よく覚えてる。でしょ？めっちゃ見てたもんだって。一週間に何回見てたか分かんないもん。めっちゃ見てたもん。あ、やべ、あー、早いか。向こうの方が。ちょっと待って。あー、どうしよっかなー。どうしよっかなー。ゾロは投げて、ゾロは投げて、イカサマ通んないからな。いや、多分回復させちゃってそっちの方がいいよな、多分な。ほい。モッティの子供時代って目覚めてた？目覚めてたってどういうことなの？目覚めてたとかよくわかんないけど、でもまあなんか、もうアイドルオタには目覚めてたの。シンゴママね。シンゴママです。みんな今日も、美味しくご飯を食べよう。落ちる。あ、まあ落ちるか。そう、それは落ちるな。お日様よりも早起き。朝ごはん、ちゃんと食べた？お日様よりも早起き。よし。娘の前はスマップだったんだ。だから母親がそうファンで見てて、で、俺は、モームソータになった。そんな前、2002年、そんなもんだよね。その辺だよね。あ、この岩の上には乗れない。よし。結構だからね、いい年代だよ、みんな。そろそろいい年代だぜ。あ、てか、あれだ、先にルギア。あー、でも、洞窟の中だから、ワニの子でいいや。はい。並べか。ええ、はい。ここで多分寝狩りするのがおすすめ。あ、ほんとだ、多分寝いるわ。結構、じゃあ、ここの野生のレベルが高いとか、だいぶ、あれか、草むらの中では結構、いいとこなのかな。うん。草なぎ揺れてるよ。草むら。草なぎじゃない、草むら。草なぎじゃない。草むらだから、気をつけて。違うから、それ。草だから草むら麻婆とか懐かしいね。グラッシーズそのツッコミいらないでしょ。グラッシーズそんな、さすがに上田晋也でもそんなぶっ込みしないわ。草なぎ深ひ草ちょ揺れる。ちょ多分ねがにやるじゃん。多分ね分で出てくるかな。あ、でもまあそんなに出現率はそんなに高くないみたいな。なかなか揺れないね。下のトレーナー戦ったよ。あ、揺れないじゃん。あ、全然揺れないじゃん。草薙揺れないな。いや、揺れない。あ、揺れないみたい。あ、揺れないみたいですね。あ、残念ながら。揺れてる？どこ？草薙？草薙揺れてない？あ。草薙揺れた。強しが揺れてる。あー、再生力になった。あ、再生力ありがて、ありがて、ありがて、ありがて。草薙を捕まえよう。なんか叫んでるから。叫んでたわ。野生の強しが現れた。多分ねなんだよな。どっからどう見ても多分、あー、寝たー。マジか。
寝ちゃう、それ寝ちゃう、寝ちゃう、寝ちゃう、眠気。そう、あ、なんかそういえばあれだよね、草薙さ、なんか禁酒しますみたいなこと言ってたけどさ、その後飲んでるのかね。スマップ GO 欲しい。出てこないんじゃない、なかなか、なかなかゲットできないと思うよ。一本満足、まあまあ満足、一本満足、まあまあ満足、一本満足。あ、 YouTube から初見どうもこんばんは。あ、え、ジャイアントホール、あれ、え、ジャイアントホールってこんなとこだったっけ。あ、いた、仲間が来るまでとはいつまでなんだろう。この先大事なポイント、21番水道に向かう連中も大事だが、お前らも大事な役目を任されているのさ。は？あ、これ何？ 21 番道路に先に行かなきゃいけなかった説？アクロマさんのイベントの後。そういうやつ。新しい入り口なんだ。なるほど。ってことかな。That's right? OK。空飛ぶそろそろ覚えますか？そしたら。いよいよ覚えさせますか？そろそろめんどくさくなってきたな。正解話した。よ。行きますか。なんと、ルギアが、風起こしから空を飛ぶに、ジョブアップ。やったぜ。飛んだールギアが飛んだー、正外派の下？あ、ここか。そうか。一技来た。これで勝つ。普通やん。確かに。Okay、 草薙空飛ぶ覚えるってさ、じゃあルギアだよ。いや、ルギアじゃねえよ、ルガモスだよ。めんどくせえな。モッティの家族構成知りたいです。兄、姉、弟、妹です。はい、親いないのね。いますけど。あ、そうか、そうなっちゃうのか。あー、ってことはゾロアとかちょっとレベル上げないとか。はい、はい、はい。まあ、こんにちは、どうも、こんにちは。もう一回言って。兄、姉、俺、弟、妹です。おい、よし。多分合ってるぞ。多分待ってるぞ。動画勢は、ぜひとも、3分前を見直してね。続きに。記憶力ゲームですか？そういうやつですね。兄、姉、俺、弟、妹、弟、妹、弟、俺から下2つが弟だから。あ、タイミングか。弟1個多いわ。弟さん何歳ですか？弟さんは、20、23、20、で、妹が19、18、で、弟二人、その下の弟が16、15、で、妹が13です。はい。設定しっかり。です。みんなハゲてます。はい。みんなハゲてます。はい。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。高校野球とリオオリンピックが閉幕しました。リオオリンピック400メートルリレー感動しましたね。高校野球作新学院優勝おめでとうございます。来年は早稲田実業が勝ちます。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。